はい、引き続きこんにちは、吉野茶です。煙幕イタリアン、これは枯れますね。遅巻きですね。11月回ってから巻いた分です。早巻きのカリカリももちろん枯れたんですけど、この遅巻きの結構ジュクジュクなやつっていうか柔らかいやつもしっかり枯れました。見ていっていただきましょう。いきます。煙幕イタリアンダブルシリーズですね。レッツゴー。ほら入ってくるでしょ、ちゃんと。ちょっとここイタリアンが多すぎるな。ここやばいか。煙幕が生えてないとこはちょっと厳しいですね。なんとか買ってます。詰まってない、大丈夫。牛屋さんのちょっとその飼料高騰と需要の増加に合わせて、まあ、今までイネダブル CS だけだったんですけども、ムキダブル CS というものをちょっとトライしていってます。まあ、畑地でね、本来作る作物なんですけど、まあ、水田転換でやってます。まあ、水田だったら正直イネダブル CS の方が採算いいんですけども、収量も採算も、まあ、ちょっと、可能性を探る意味で煙幕ダブル CS ですね。まあ、ライ麦はなしだな。やっぱ煙幕ダブル CS だな。イタリアンを混ぜるかどうするかして検討中って感じですね。はい、そんな感じ、そんな感じですよ。よいしょ。これね、まあまあまだまだ青いですから、こう入熟ぐらいですよね。ちょっと粉になって入熟小熟なんで、まだ全然牛も喜んで食べると思いますよ。これこんな感じですね。はい、まあちょっと水分がね、どうだろうね、うまく発酵してくれるといいですけどね。はい、というわけでどんどん買っていこうと思います。しかしいいんだな、涼しくて。かっこいいでしょ、これですよ。ケンパー型。色がね、なんかね、ガチャガチャしてるのね。緑、青、赤ってね。一色にしたいね、一色に。
こういう感じね。かっこいい。うわ、かっこいい。では、また会いましょう。バイバイ。今日はさすがこんなもんかな。